永遠の若さと美しさを手に入れたらどうしようどうしようね子供の時に何かロードショーかなんかですよでやってた映画でめっちゃくちゃトラウマだったんですついこの前「これだ!」って見返したんです。めっ めっっちゃ面白かった、まあ、多少グロくはあるので是非グロ苦手な人はね見ていただければなと、はい、まあグロって言ってもだからあのお腹に穴が開いてそっから人の顔が見えるとかそれぐらいのもんで気にすることはないと思うんですけどこんにちはシラですあジルいただきます この先導入部分あらすじを話していくのでどんな話かなって気になった人はねそこを見ていただいてその先は僕の、えー、とネタバレありのちょっと感想の部分になるので。 でその先はねこの映画を見た人だけあの見ていただければなと思いますちょっとネタバレ入っちゃうのでね気をつけてくださいと遠に美しくマデリン・アシュトンという舞台女優がいますもう超有名舞台女優でねミュージカルブロードウェイでねその日もミュージカルやってるわけですよ主演のイェイイェイって なんだけれどもこのマデリン・アシュトン、えー、この時で36歳とか7歳とかそのぐらいの年齢でなんかやっぱだんだんちょっと人気が衰えてきてる時期なんですよねその来てる観客たちもマデリンはもう老いたわねもうおばあさんかと思っちゃったわまだ生きてたんだなハハハみたいなのも好きかっていうわけでマデリンの友人にヘレンっていうね女性がいてこのヘレンとまあ表面上はこう仲いい感じなんですけど結構 表面下でバチバチというか、まあっていうか、マデリン側に問題があって、この舞台女優の方ね。マデリンね、このヘレンが付き合った男、全部取っちゃうんですよ。他人のものが欲しくなっちゃう人とかいるじゃないね。で、今回ですね、このヘレンの新しい恋人と、アーネストっていう整形外科がいて、そいつのこともですね、マデリン奪っちゃうんですよ。で、付き合って、 で、あっという間にゴールインでででパパパパンパパパパンでそれから7年の月日が過ぎましてこの当のヘレンはというとね恋人アーネストを奪われたショックでもう暴飲暴食の毎日なんですもう食べまくって太りまくりもうブク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 あぶくぜにえアーネスト奪ったマデリンのことも恨んでてその時でもマデリンめちゃくちゃ売れてるわけですよもう映画とかテレビとかにも出ててだから ヘレンがじゃあその時何をやってるかって言ったらもう飯を食いながらマデリンが出てる映画のマデリンが死ぬシーンを何回も繰り返し見てへへへって笑ってるっていうのでなんとかこう自分を慰めてるというね悲しい人間の姿ですよ奪われし者それがちょっといろいろ問題になっちゃって精神病棟に移されるわけです半ば強引に。ヘレンは もうマデリンにその時に復讐を誓うんですよそれからまた七年が経ってもう時代は1992年ですこの時マデリンね大女優の方お年は50歳です、ね、あの時ヘレンから奪った夫アーネストとの、ね、こう夫婦仲もう冷め切っててそんでね女優としてももう もう人気はほぼほぼもうちょっとない状態。落ちぶれてるんですよね。仕事もなくなって。もう、マデリンは日に日にこう自分の顔に増えていくシワを、ああ、やだやだみたいな感じ。置いていく自分のことを嘆いてるわけですよ。わかるでーその気持ち。まあそんな折ですよ。あのヘレンからパーティーの招待状届くんですよね。もうなん,なん今更って感じなんだけど、マデリン側は、 まあどうせヘレンは落ちぶれてるだろうからつって笑ってやるつもりでパーティーに出席することにするわけですよね。うん、今のヘレンを見てやろうかしらみたいな。そのパーティー会場にいるヘレン、めっちゃ美しいの。ヘレンもね、マデリンと同じ50歳なんだけど、 もうね、そんな年を感じさせないほど若々しくて、もうだからそのパーティーに来てる男どもたちは、もうヘレンのことを口説こうと思って、私はお金をたくさん持っていますよ。いやいや、私はビーダーマンをたくさん持っていますよ。みたいな。<laughs> ビーダーマン知ってる <laughs> まあいいか。はいはい。まあまあ男たちはそうやってもうすごい、おいおい。<laughs> あ、あの、あの女の人、誰だよめちゃくちゃ可愛いじゃないか。ちくちょう俺、デート申し込もうかな。おい、お前だけ一人だけずるいぞ、そんな抜け駆けして。そんな関係ねえだろそんな早い者勝ちだよ。うるわしい。ああ。 もうアンヘレンは50になってもあんなに可愛いのにもう私マデリンはというとねもう若い男をね不倫して囲ってるんだけどか金でその若い男にも私は触れもう捨てられて「キー」「あんたといると異様の匂いがうつるぜ」なんて言われてて「キー」待って捨てないで捨てないでやるわあ<ー>あんたで終わりだああたいお前みたいなババアとはな必ず来たいんだからな こう天般にもう精神打ちのめされたマデリンですよマデリンねとあるちょっと怪しい美容法の話を噂を噂聞くんですもうめちゃくちゃ怪しいんだけどそんなどよこっちゃと思うんだけどもうわらをもすがるわらにもすがる気持ちでその名刺の書いてある先にね行くわけです。あのでっかいねお屋敷があってしたらねそのお屋敷の中にもプールがあって。 うわすげえって感じにもう室内プールマジでティップネスかよってぐらいのでけえプールあってそこでめっちゃジョーラの女がいるわけですよお前自分家だからってマジで開放感すごくねえぐらいのジョーラでそのジョーラの前にこう宝石をじゃらんじゃらんつけててそれで胸を隠すっていうマジでプリンセスの所業をやってのけてるんだけどそんなジョーラの女がちょっと問いかけてくるわけ 私何歳に見えるもうその女めちゃくちゃ綺麗なわけですよ若々しい体で70歳っつって 70! と70に全然見えないわけですよ70でジョーラだったらさもうおっぱいも干し柿なんだけど全然干し柿じゃないのもう全くのメロンほんでねそのジョーラの女がね 薬を取り出すわけですよもうめちゃくちゃ光ってる発酵ダイオードどんだけ入ってんのぐらいのこれ飲めば若返れますって言うわけ で、その薬死ぬほど高いの。もうびっくりするぐらい。あの、お金持ちのマデリンが、うん、バカ野郎っていうぐらい高い値段で売ってるから、もうこいつ絶対にマルチやんみたいな。も、ね、うネズミコウかなんかあの、類だろうとか思いながらね、最初は突っぱねるんですけど、だって騙そうとしてんだろうって言うんだけど、薬をですね、ちょろっとこう、手に垂らしたら、見る見るうちに手がね、 もうシュワシュワの手がミヤ,ミヤミヤミヤって若返ってもう若い頃の手に戻るわけですよ。それ見てマジモノやん。飲む飲むみたいな。もうこっからもうもうガブ飲みミルクコーヒーですよ。お金も払ってこぎってで、ね、ガ,ガクガクガクっと飲むの。 したらもう立ちどころに顔のシワもなくなりすらっとしてでお尻もお尻も垂れたお尻もプリンってもうプリンププリンティンで往年の私カムバックという感じなわけですよよしこの薬を飲めばあっ <laughs> <laughs> 全盛期の美貌を取り戻しますがイエーイめでたしめでたしというわけにもいかずですよ女と女の激しい争いが始まろうとしていたみたいなお話ですこの先中以降のの先ネタバレが含まれるので気をつけてねやっぱね美貌って老いっていうのはさ誰しもが気にする、ね、ものですからまあまあねみんなが何歳かわかんないけどこの動画を見てる。 2030だんだんと,とかいくともう30とか僕も声出して老いもそうだけど健康とかもね考え出すようになっちゃってああみたいなやだわーって感じになるわけそこにさそんな薬なんか目の前に出されたらそりゃ飲むよねガブ飲みだよねって感じだけどこの薬はただはいじゃあ単純に若い頃の姿に戻ってそれが永遠にその姿のままですよ っていうものではないわけですよね。やっぱデメリットというか恐ろしい側面もあって、ひえーっていうね、恐ろしさですよ。僕のトラウマの映画なんですよ でもでもあれあくまでコメディなので、まあ、ブラックだけどブラックコメディだけどでもそれが笑えるる感じでで演出されてるわけですよねだから子供の頃見たらそれがうわうわ気持ち悪いぐらいとか思ったんだけど大人になってみるとアッハはハはハ,ハっハなハてか笑えるっていうかねやっぱこう皮肉ぐっとる部分があるからさそういう誰もが思うずっと若くいたいみたいな要素を 小馬鹿にしたような演出とかされてるから、それでついつい笑っちゃうっていうかさ。てかね、あれなんです、ね、だからメリル・ストリープ選手が出てるわけですけど、やっぱ、可愛い,いよね。かわい <laughs> 大女優に使っていい言葉じゃないんだけど、可愛い,いなんか、可愛いなって思う。メリル・ストリープは、その、なんか、茶目っ気ありますよね。あのお方は、とっても。メリル・ストリープが若すぎるこのの映画の 初期で43歳とかそこらなわけですよで共演のゴールディ・ホーンが47歳、えー、ブルース・ウィルスが、えー、と37歳とかなわけですよ映画の公開時期1992年の時点で、ね、だから年としてはブルース・ウィルスが一番若いんだけどブルース・ウィルスが一番若いはずなのに一番ハゲてるんですよまでちょっと映画の中の中 ストーリーリの話に戻りますけどだからこの冷薬お薬ですよ若返るから代わりに代わりにというかだから人の体じゃなくなるんです人間のいわゆるこの細胞分裂を繰り返して代謝をしていく生物じゃないですか僕らそれがなくなっちゃうんですよね何かっていうとだからもうマネキンみたいになるんです若いままの体の状態の、えー、マネキンみたいな死ねなくなる。 え、永久に。で、怪我とかするじゃないですか。この映画でなんか喧嘩とかするんですけど、夫と。それで階段からバコンバコンバコンって突き落とされて、もう全身こんなひね、ひねり散らかして、死んだかと思ったら、 その状態でもまだ余裕で生きている状態になるわけです。ここ,こ面白いんですけど、その夫役のね、ブルース・ウィルスが電話でね、私は妻を殺してやったぞよっしゃーついにお前と一緒になれるぞつって、そのもう一人のヘレンにね、電話してるんだけど、その後ろで、首とかも反対、反対顔になっててくにょって。その、その状態でドゥドゥドゥって近寄ってきて、<laughs> 電話してるブルース・ウィルスが、あーって。 これ何が問題かっていうとだから一度体のどこかが傷ついたら人間ってほら治癒能力があるからちょっとずつこうかさぶたとかになって治ったりとかするじゃないですかでもそのそれがなくなるんですよだから一度欠損した部分はもう二度と元に戻らないそれとかもうだからその場しのぎで肌がベロって剥げちゃったらなんかペンキとかスプレーで肌色のスプレーとかで綺麗にして みたいなその場しのぎでそういうことをやったりするんだけど太陽光とか雨とかでそういうのが取れてデロンデロンになっちゃったりでそれを繰り返していくうちにもう全身も何て言うのもう肌,荒れをに肌荒れを重ねたようなもう醜い姿にだんだんなっていくっていうね。そ,うそれでももしかか死ねないから自分 こんな醜い姿でも生き続けなきゃならないっていうもう最後なんか最悪なわけですよもう一番僕が多分子供時代多分発狂してたのここなんですけど最最後のシーンでマデリンとヘレンねあヘレンもちなみに冷薬飲んでるんですけどだからどっちも一生死ねない体一生 若さを保っている体なんですけどだけど最後の最後のシーンはもうそういうペンキとかでその場しのぎで直している状態が続いているから本当にもう醜い姿なわけですそ,その2人が階段からボコ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 って落ちてそれこそマネキン人形が砕け散るみたいに壊れちゃって顔とかもう腕とかがもう全部もう取れるわけですよガンプラ状態になって その状態でも生きてるんです。生首の状態で。二人はもうこの状態になっても死ねないから、この後、どうすんのっていうさ、面白いんですけどね、生首になった状態でのんきに、ねえ、車どこに止めたか覚えてるとかって <laughs>、話とかしてて。 ねえ、まあ、その辺もね、ちょっと、面白いんですよ。コメ、やっぱコメディーだなという。だショットガンとかでお腹打たれて、お腹にこんな穴が開いても、生きてるわけですから。さ、打たれたヘレンがさ、プールにバーンって打たれて、ダイブするんだけど、それでずぶ濡れになるわけ。で、ヘレンが言うの。お腹にぽっかり穴が開いた状態で、このざまを見てよずぶ濡れじゃないのよって、いやいや、それよりお腹に穴開いてる方がやばいからっていう。<laughs> ね、いつまでも若くいて、 っていうのは多くの人が持つ願望だと思いますけどね僕もですけど本当にこういう薬があっても飲まないようにね気をつけましょうねいや飲んじゃうだろうな <laughs> 飲んじゃうな僕は僕が飲んじゃうな <laughs> 何事も終わりがあるからうつしじゅくちって噛んだので終わります